奈良郵便輸送株式会社は奈良県奈良市に本社を置く運送事業者奈良交通の連結子会社である郵便物、U パックの輸送事業などを行っているまた郵便輸送のほかに柿の橋市の輸送も行っている1988年3月奈良交通株式会社郵便輸送部から独立して誕生車両数46両 2016年11月、中和営業所が安全性有料事業所認定の10年継続を評価され、奈良運輸支局より支局長表彰を受けた。1921年松山自動車商会が、桜井松山局間のバスによる郵便物託送を受託。1943年バス事業統合により、奈良交通が事業を継承鉄道輸送により、鉄道の駅から 最寄りの郵便局への輸送と主要局への輸送は、トラックが行い、山間地域などは、路線バスの宅送便による輸送。1986年10月31日鉄道輸送から、トラック輸送への転換、宅送便の廃止。1988年3月なら郵便、輸送株式会社設立。本社、奈良交通本社内、奈良営業所、奈良交通なら営業所内。 吉野営業所、奈良交通吉野営業所内。1994年3月本社と奈良営業所を奈良市七条町に新築移転。2000年3月31日郵便物のポスト収集便からの撤退。2010年7月1日、宅配便事業の統合による二元輸送への転換。2011年8月28日、再度、混載便による一元輸送へ統合。 2018年3月会社創立30周年なら郵便、輸送のトラック。ありがとうございます。